おはようございます。おはようございます。おはようございます。さてさてさて、はい、やってきましたねこの日が。やってきましたよついに、ね。念願のようやく。半年以上経ちましたね。経ちました。イエロー VS 高沢奈々江ガチ対決来ました。ということでね、ね、そうなんですよ。今日のね、はい、ちょっとまあルールとして、はい、まあいろいろ考えてきたんですけども、はい、まあ完全これはストロークでいこうかと。はい、ストローク対決。ストローク勝負。はい。はい。で、前後半で、イベントホールを、2個ずつ作ってます。イベントが入ってくる。イベントホール入ります。でイベントホールで勝者した人は、はい、スコアが半分になります。そのイベントホールで勝ったのね、はい、例えばじゃあ仮に5打だったら、5打で 勝負に勝ったら、3打になります。ちょっと 2.5 になっちゃうんで、 ね、それは繰り上げで3打になります。なるほど。だから4打で上がったら2打になりますっていう形で、なるほど、スコアが半分になります。なのでそこがポイントをね握ってくるかなと思ってます。で、前後半で2ホールずつパー3があるんですけど、はい、これに関しては全てニアピンをやります。はい、はい、ニアピン対決ですね。はい、ニアピンで負けた人には罰ゲームですね。罰ゲーム？で罰ゲームの内容は、うん、まあモノマネなのか、うん、モノボケなのか、うん、まあ暴露話なのか、それかこちらが用意した罰ゲームをやってもらうのか。なるほど。あの気分で決めます。僕のそれはグリーンの気分そうです、僕の気分で決めますはい、僕の気分で決めていきたいと思います。絶対俺だけえげつないじゃんそれ。そんなこともないと思う。乗せればいいんだよ。そうだよ、勝てばいいんだから、うん、とりあえずね、うんうんうん、やっぱりこうやってコラボさせてもらってね、一緒にね、はい、コラボしてるんで、はい、まあ一発目の動画はエイビスゴルフレンジャーで上げます。はいはい、はい、で次の動画からは、はい、交互ですね。ナナチャンネル、エビス、ナナチャンネル、エビス、最終的にナナ、ちゃんでエンディング。そうですね。だから4話ずつですね。はい、4話ずつ計8話でアップ予定でございます。はい。はい、なので、ナ、は、ナ、い、チャンネルの、チャンネル登録もね、ぜひね、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ナ、は、ナ、い、チャンネルのファンの皆様は、はい、エビスゴルフレンジャーの登録をよろしくお願いしますと。はい。はいという形でね、はい、やっていきたいと思うんですけども、はいはい、まあ、せっかくなんで、うん、せっかくのコラボ企画ということなので、うん、視聴者様もね、はい、なんか参加していただきたいなと思いまして、はいはい、参加プレゼント企画をご用意しております。おというのも、前半のこの流れを見て、後半のスコアを予想してもらいます。なるほど。というのは、まあ一応これはちょっと、いろいろちょっと応募難しいと思うので、うん、概要欄に LINE の、応募フォームがあるので、それを見てもらえれば分かると思います。なるほど。まあ、簡単に言うと、イエローはイエローの後半のスコアを、10番から18番まで、全部記入してもらって、ナナちゃん、ナナエちゃんの10番から18番までを全部記入してもらいます。で、このぴったり賞、すべてのホールをぴったりで当てたら、これすごいですよ。これすごいことです。もうすごいよ、うん、これね、めちゃめちゃすごいじゃない、うん、これ当てると、すごい当てるやついないじゃない、うん、これ当てるとどうなの。そうなったら、うん、イエローとナナエちゃんで、うん、その人と一緒にラウンドしてください、うん、プレゼント、ラウンドプレゼント企画。すごいすごい。いや、イエローと回りたくない人はいるかもしれないけど、うん、確かにナナエちゃんと回りたい人はたくさんいるかもしれないから、うん、めっちゃやじるかんだよ、うんうん、お前いらないんだけどみたいな感じになっちゃうかもしれない、うん、そしたら引くよ、そしたら当てたご褒美だもん。そうだね、そうそうそう、っていう感じで全部当てたら それね。なるほど。もう一つあるんです、はいはい、ね、スコア、はい、後半のイエローのスコア、はい、ナナエちゃんの後半のスコアが当てられたら、はい、両方とも当てたら、両方とも当てたら、はい、両者、両チャンネルからプレゼントを1個ずつ、はい、何かご用意します。なるほど。はい、なるほど。これはまだちょっと決まってないですけど、なるほど、まあ、当選者がいた場合そこでまた動画撮って、うん、こんなん送りますよって言って、うん、まだ流すから。だからマイホールのスコアを記入してもらうんだけども、うん、それが外れたとしてもスコアが合ってればいい、合ってればいい、そういうこと、うん、そういうこと、ね、そういうこと、うん、っていうのダブルチャンスだね。そうそう。いや、俺はナナエちゃんとのあれがいいな。何がナナエちゃんとのラウンド、ナナエちゃんオンリーのラウンドでしょ。そんなみんな思ってる誰が俺だからって面白いじゃん。いや、俺はイエローともいいよ。いや、いいよ、もうこんなピー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 言ってね、うん、多分ね、目障りの人もいるでしょうから、うん、ただね、うん、当てないといけませんから。そう、当てないといけないんでね。そこです。俺はね、けどね、ちょっと難易度高いと思いますけど、まあぜひね、はい、みんな参加してもらって、はい、でプレゼント、ダブルチャンスでプレゼントもありますんでね、はい、はい、ということでね、はい、
早速やっていきたいと思います、はいはい、じゃあ今日のコースは、はい、サゴサカゴルフクラブです。はい、でちょっと今日は洋芝で、そう洋芝だから、はい、ちょっとまた感覚が変わってくるかもしれないね。うん、そうだね。ちょっと富士山眺めながら、そうだね。ね、今日ちょっと雲かかってるけど、はい、雲なければ富士山がね見えてすごいいいコースなんですよ。よ、うん、いや本当にね、うん、途中途中ね、うん、なんかいいところを取れれば富士山とか取れればいいですね。そうですね。ということでね早速やっていきましょう。はい。アウトスタートですね。そうですね。アウトスタートですね。はい、頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。さあ1番ホールパー4。何ヤードだろう。370ぐらいあるね。結構長いですね。360、370だね。長いな。長いな。ちょっと怖いな。あれなんだっけ、イエローは飛距離どんぐらいなんだっけ。603ですね。ああ、そっか。飛ぶじゃん。え、超えちゃう。さあ2ヶ月ぶりにクラブ振るイエロー。けどあれでしょ、どうせナイスショットするんでしょ。どうせね。うん、あ、分かってますよ、自分が。じゃあよろしくお願いします。はい、はい、お願いします。おお、引く引く。だけどまあ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 、久々にしちゃいんじゃない？久々にしちゃう。大丈夫大丈夫。はい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 。まだセーフセーフ。いいんでしょ、いいんでしょ。ゴルフできる。ゴルフできるでしょ。やべえ、なんかレンジャーの動画に花があるな。え？聞こえてるじゃん。聞こえてない。聞こえてるな。真摯なスポーツだから大丈夫だよ。お願いします。お願いします。いや花だな。ねえ。足長いな。ナイス。やべえ、これ強い。これもう1台で決まるんじゃないの、これ大丈夫。やばいぞ、これ。やばい、やばい、やばい。素晴らしい。やばい、もうあの甲子園のあのあーって。事件ですね、はい、1ホール目の残りの距離なんですけど、はい、816ヤードやべえんだ、それやばいっすね、815ヤードあります、うん、これ僕のマンブリじゃ届かないです、うん、5番アイアンで5番、はい、うわ、低めで上がんないゴルフ、うん、そうだね、はい、ゴルフですね、うん、はいはい、まあいつも通りですね、はい、はいはい、もうモザイクだ。やっぱしたナンバーウッドですか。はい、5番ウッド。5番ウッド。あ、やばい。おお。ゴルフだね。ゴルフ対決だね。いいよいいよ、けどイエローより転がってっからな。僕これ3打目なんですよ。うん、3打目ね。でこれで乗せれば、うん、で、なやちゃん次3打目に乗せてくるでしょ。あ、そうだね。ちゃうね。おお、左。おお、でも耐えます。大丈夫。おー、大丈夫大丈夫大丈夫。今日田代良くないですね。田代ダメですね。ちょっと足りてないですね。あかんな。ちょっと足りてない、ね。足りてないね。もうすごい、いろいろクラブを持ってくるんですね。うまいぞこれは。止まるんじゃない？いや止まるね。ナイスオン、ナイスオン。いやー、イエローやばいよこれは。お、うまい。お、うまい。お、おー、ナイス。おーい、素晴らしい。そうなんですよ、イエローあれなんだよね、アプローチがうまいのよ。い
いいね。パパット？いや、あ、パパットです。それはまずいな。それはまずいな。それはよろしくないな、あんまり都合が良くないな。うん、いやー、タッチいいけど早いね。早いよ、早いよ。え、これワンパットで入れればね。まあ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 、入れればね。攻めていこう。ショートだけはやめて。だよね。うん。お。これ庭見られないな。庭見られないな。これ外したら見て。これ外したら逆に見て。あうわ。OK です。あざす。いくつやべえな。OK。 あ、でもダボ取りだから。まあ一打差、一打、いや一打だけども、まだ見れるね、まだ見れるね。いやいやいや、いや見れる見れる。見てね、見てね、絶対見てね。ダボか。いやまあ全然ダボでいいじゃないですか。初っ端なんでね、やっぱり朝一は体もね動かないですから。すごいなんかフォローすんね。だって今日だって七井ちゃん、俺は七井ちゃん今日押してるんで、いいのに負けて。いやなんかイエローなんか最近うまくて調子乗ってるから、僕的にはやっぱ七井ちゃんに勝ってほしいなと思ってね。ちなみにあのニアピン勝負、はい、これ純粋にニアピン勝負ですか。はい、そうです。なるほど、ニアピンです。これ何、負けると勝つと。いや負けたら、はい、罰ゲームです。モノマネ。モノマネか、そう。ちょっと、あの選んでいいです。あ、モノマネか暴露か。暴露か、あ、はい、モノボケか。あ、モノボケね。脱ぐのはダメ。7番や。7番や。はい。おお、ゴロだね。あ、けど。ゴロだね。久々にやると溜まって上がんないんだよ。いや違うと思うよ。違うと思う。あとね、なんかすごい力入ってる感じするもん。あ、本当に、うん、マジか。なんかいつもの力感じゃない。マジっすか。うん、120 116。ピン手前か。難しいね。なんか7番。いや、ちょっと抜けましたね。あー、ナイスバンカー。確かにいい当たりでしたよね。これ、なしだね。流れたね。いや、これはさ、どちらかというとどちらかが乗せてくれないと視聴者は楽しみにしてんだから、その罰ゲームをね、2人の罰ゲームをワンパット圏内に。うまい音、あーいいね、おうまい。だけどまあ、いいから限界じゃない。戻ってこい、戻ってこないのね。これむずいもんね、ええ、この傾斜ね。あの傾斜で当てたかった。うん、そうね、むずいむずい。ちょっと大きかったね。ナイスナイス。気持ち大きかった。お、うまい。うまいよ。止まるな、あーいいね。ナイスアウト。いい距離、2人とも同じぐらいじゃない。2人とも下り。まあスラでしょ。弱くね。優しい、優しい。弱いよ。優しさが出ちゃいましたね。優しいんじゃないと思う、これは。甘えてんじゃねえよ。性格の問題。そういうこと。全然ショートじゃん。七重ちゃんのパーパット。
くれた。おーしー、攻めるね。いやいいよ、むしろこっちの方が気持ちいいからね、やっぱり超えた方が。でもこれで入れれば。いやけどなかなかな距離だし、なかなかむずいと思うよそれ。うわー、ナイス。危ない。ナイスボギー。危ないボギー。ナイスボギー。危ない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 。ナイス。あ、日焼けだ。ナイスボギー。かっこ悪いな俺。え、何？なんで？ショートばっかしても。あ、本当だよ。